R4 は第二次世界大戦で使用された豆戦車である。チェコスロバキアで開発されるルーマニア、スウェーデン、イランなど数カ国に輸出され使用された。特にルーマニア軍の車両はバルバロスサ作戦からウィーン攻撃まで東部戦線で運用され、最後に生き残った20台の車両は戦後にエチオピアに売られ80年代まで利用された。k d 車は VZ-33。 豆戦車の失敗を繰り返さないため、新型の R4 には強力な火力と周囲の視察能力と全周位旋回可能な砲塔を持った。車体は 12mm と 6mm の装甲板をリベットで組み立てられた。ドライバーは右側に座り、防弾ガラスと装甲シャッターで保護されている観察ポートを使い周囲を見る。2丁の機関銃のために3700発の弾薬を、 搭載している。無線機は装備されていなかった。プラハ車の排気量3.468リットルの水冷、6気筒エンジンは 2500rpm で55馬力の出力を発揮する。エンジンは戦闘室の後部にあり、ドライバーやホーシュの間をドライブシャフトを介して伝達され、前方にある変速機とつながっていた。エンジンの冷却空気は、 高手とドライバーのハッチから取り込まれるようになっており、これは銃の発砲によって車内に溜まるガスを排気するのに便利であった。天候が非常に寒い場合には乗員に悪影響を与えた。トランスミッションはプラガウィルソン製のセミオートマチックで、全身5段と後進1段である。サスペンションと片側4つの大きな天輪は38、戦車に使用されているものの小型版であった。 設置圧は0 5キログラム平方センチメートルで1.5メートルの溝を超えることができ、0.5から0.6メートルの高さの障害物を乗り越え0.8メートルの段差を登ることができる。イランは R4 の最初の顧客だった。50代とプロトタイプを注文した。1935年に出荷され翌年には到着した。 シリーズの中で最も軽いバージョンで3.5トンしかなく0 4 5ラム平方センチメートルの設置圧を持っていた。ZBVZ26 と ZBVZ35 の機関銃を搭載していた。100台と300台を追加発注されたが、第二次世界大戦が始まり納品されなかった。 1936年8月14日に36台のルーマニア向けの R4R の契約を締結した。秋の演習に参加する1937年10月にルーマニアに送られたが使用に準拠していなかったとして受け入れ拒否した。必要な変更を実施するために1938年4月までかかった。R4R を R-1 として ライセンス生産するために1938年9月にライセンスを購入したが、決済上の紛争から生産図面が1939年10月まで送られてこなかった。結局は、スペアパーツから1台の試作品を作っただけで生産は行われなかった。ストリッツバンガン M37 オンディスプレイ、アットスウェディッシュアーミーミュージアムインストックホルム。 スウェーデン、ストリッツバンガン M37 として1937年に48台を注文した。走行を 15mm に強化し、エンジンをより強力な4.39リットル水冷6、気筒八85馬力のボルボ FC、CKD ガソリンエンジンに変更し、4.68トンも、ある最も重いバージョンになった。全長3 2四メートル、幅点八五メートル、 高さ1.96メートル、最高速度は時速60キロになり、航続距離は200キロになった。武装はブローニング M1919 重機関銃のスウェーデン版である KSPM36STRV を搭載した。砲塔には視察用のキューポラが設けられた。車内には無線機と3960発の銃弾を搭載した。 最終の戦車は1938年11月に出荷された。エチオピアは1948年6月24日に20台の R4HB を購入した。溶接構造ではなくリベットであった。エンジンは排気量4.94リットル空冷式ディーゼルタトラ114。エンジンは 2200rpm、65馬力を搭載して最高速度時速40、 重量3.93トン、全長3.2メートル、幅1.82メートル、高さ1.73メートル、設置圧0.48キログラム、平方センチメートル、深さ1メートルを、とか可能、クライモントフラル、P46。ありがとうございます。